違うかな。県道だよね。県道だと信じてる。そしたらね、橋があるはずだから、橋、うん、もしかしたら橋があるはずなの。おー、坂だ坂だ。橋がある、橋がある。これ沼だと思う。どこかが左に入れるはず。ちょっと待って、この辺とか本当は八田川、この辺とかきっとさ、あれだよね、フォトスポットじゃなくて、こう今こんなところですっていうところで写真撮っとく。じゃあここのカッパとともに、よしよしよし、はい、沼です。レッツゴー。あー、すごいすごい、本当に橋だ。これ11番読めないよね。あー、なんとか、あ、天神下渡し場跡っていうところ、まあ行きましょう。天神下渡し場なんとか。そこ間違えると結構大変な間違いになるんだよな。恐ろしい。4年前に書いた手紙なんですけども、ちょっとだけ変えて読みます。お母さん、実家を離れてもう19年、大好きな母は何度か誕生日を間違えて連絡してくれましたね。誕生日は6月4日だけど、7月4日に連絡してきてくれたり、6月13日だったり。自分の息子の誕生日を忘れるなんてってひどい親だと思う人もいると思う。実家を離れてお互いいろんなことで大変な時期もあったから。でも日にちを間違えるより、何日も前から言おうって、なんて言おうって考えてたとか、早く電話したいけど我慢してたとか言われたら電話を切った後、
嘘。ドキドキしてた。ああ大丈夫ですか。はいはい。電話を切った後、いつも嬉し涙が流れています。不器用な母らしいです。その時サラリーマンだったんですけど、何年か前も、今年はそっちに遊びに行くね、楽しみにしています、誕生日プレゼント何が欲しい、青木ってとこスーツ安いみたいだけど欲しいと嬉しい限りです。この間仕事で九州にいた時にちょっと実家に寄ったんだけど、その時が初めて見る息子のスーツ姿だったんだって。19歳で実家を家で同然で離れ、苦労をかけました。最近この年になってやっとまともになってきたかな。まだまだあなたの子供です。お母さんにはまだまだ心配事をかけるかもしれません。2006年に実家に遊びに行った時に、ベランダで二人で話しながら、ふとお母さんが、カズはお母さんのこと嫌いでしょ、ごめんね。カズがお母さんを必要としていた時、一緒にいてほしいと思った時、話をしたかった時、そばにいれなかった、ずっとずっと申し訳ない気持ちで本当にごめんねと涙を流しながらカズに言ってくれました。そんな風に思っていたなんて、本当親の心こじらずです。もちろん反抗したこともあったし、お母さんと口コミも聞きたくないと思った時期もありました。お母さんなんて全然カズのこと分かってないと言ってしまったこともあります。でもね、お母さん、カズはお母さんのこと大好きだよ。必要な時そばにいなかったなんてちっとも思ってません。もしあったとしても、そんな記憶は全くありません。楽しかった思い出が私の記憶の中にいっぱいいっぱいあります。料理が上手じゃないのはカズもお母さんも認めることです。でも世界で一番何が美味しいかっていうと、お母さんが作ってくれる真っ黒のハンバーグが一番大好きです。カズとお母さんの間で辛いこと、悲しいことはたくさんありました。でもカズが本当に辛かった時、必ずお母さんは私のそばにいてくれました。隣で黙って座ってくれただけで、どんだけ心強かったか。ああどうしよう。カズの誕生日、私が生まれた記念の日じゃなくて、あなたが意識を失いながら私を24時間かけて産んでくれた感謝の日です。生まれた時から苦労をかけていますね。これからもよろしくお願いします。その最初に6月4日誕生日を6月13日とか7月4日とか間違えたっていうのを、つい半年ぐらい前に判明しました。私の母子手帳を見ると、私の予定日が7月13日だったんです。あ、ずっとのそこから苦労かけてるんだなと。お母さん感謝しています。これからもよろしくお願いします。次は夕闇モモンだよ。はい。なんだこのセット。久しぶりだね、こういうの。久しぶりじゃねえよ、本当に。なんでそんな離れてんの今日。あのね、待った待った上にね、もうやりづらいわね、さっきのさっきのあのごめんな、俺別にバーイするつもりじゃないけどなこの時間で泣くなこの時間で泣いちゃダメだでもね、素敵な涙でございますよ。おじさんたちやりづらいよ。つらいつらい。というわけで、こんばんは。はい、こんばんは。こんばんはなのか、おはようなのか。おはようございますか。なんで、だいたいもうこの時間はあれですよ。新聞配達が始まってます。はい、始まってます。始まってますからね。こんばんは。この夕闇モンモンでございます。モンしちゃっていいのかい。ちょっと待って、どんだけ飲んだの今まで待ってる間にあのね、これ分かんねえと思うんだけどね、こうやれば見えんの。あ、見えねえ、見えねえ。こういうグラスは見えないからいいんだ、うん、どんだけ飲むか分かんないから、ね、分かんないから、はい、ね。というわけでございまして、ジェームス秀樹でございます。よろしくお願いいたします。かいちゃんでございます。よろしくお願いいたします。はい、今日ね、うん、まあ本当さっきと温度差がすごい激しいんだけれども、あのね、あなたもあなただよ。なんで自分の
自分のあのゲスな番組の前にあんないい話を読むぞ。なんでこのタイミングで私に手紙を読ませた。もうちょっと順番あったんじゃないか、ね、でも、でもあの母は寝てる時間だから多分見てないので大丈夫だ。あのね、本当に家族のことはいじれないからダメだって。本当にで、そう、ここさ、今ホテルに来たでしょ私たち、ね、あの普通にあれだよな、あのベッドの前にあのソファーと、うん、あのテーブルがある部屋だよね、これね。ね、315号室ぐらい。あ、ちょっといいやつ、うん、ちょっといいやつ。もしかしたらあの、ね、お風呂の他に露天風呂がある。あれだ、それどこだったっけ、常陸野市区にあるホテルカリフォルニア201号室です。あ、そうだ。そう、露天風呂がある、本当に。これでうなずいてんのは使ってんな。はい、笑った人は行ったことありそうだからね。使ってんな。で、ま、笑っちゃいけない人は笑ってるけど大丈夫かな。でだ、はい、この番組に関しては、はい、一切のクレームを受け付けない、はい、下水です。クレームとかあとなんかどっかに通報とか受けせないと。しないで、うん、だったら直接言いに来て聞く聞く。聞かねえよ。というわけで、はい、本物だよ。何ですかこの番組は。私ね、ずっとやりたかったの、夕闇もんもん。なんかそうそうそう、だ初絡みだもんね。何が番組として。あ、違うですよ、違うですよ、違うです。そう、これマジの酒だからね。でもめっちゃうまいよ。そうそう、あのレアルに飲んでます。あの秀樹聞いてるので。ああ、そうか、そうだそうだ、でやってるし、英語の先生として。でもほらゲストで来てる。ゲストですよ。で僕がその前あのエスカードでやった時も僕がゲスト で、はい、ストで。これ今回はちゃんとメインどころで2人で絡むのは初めてですから、はい、よろしくお願いします。うん、そうだね。ね、今ちょっと1時間ちょっと下水話をして、その後後ろのベッドで。よし、いいよ、はい、あのさっき泣いたお姉ちゃんも一緒に混ぜよ。 3P、 もうあの別の意味で流してやる。どうしよう、どうしよう。おお、どんどん引け。私初めての体験かも。聞いていいぞ。いいの、だってそういう話をしろという。そうそうそう、今日はそう、あの普段 ね、 プロデューサーがね、普段僕は、うん、例えばヒデ聞いてるのにそうだし、うん、他のねラジオでもそうですけども、はい、ちゃんとしたことを喋ってます。え、おい、ちょ待て。待って、あのカズちゃんがえっていうのは分かるよ、うん、誰だあのスタッフでえっつったの。え、でも一人じゃなかったですね、2、3人、2、3人。手を挙げろ。で今日ね、その下水話をしようと思って、そうそう、夜の飲み屋とか、うん、夜の話、まあ、例えばこのラブホテル、さっきのねカリフォルニア201号室露天風呂あるよとか、うんうん、そういうなんか優しい話じゃなくて、うん、もっとどぎつい方に行こうかなと思って。いいよ。だからあの僕もあの普段は喋ってないようなことを喋って、はい、見てる人だけじゃなくてここにいる関係者も引かせてやろうかな。ぜひぜひ。もう、どんどん引け、この野郎。ね、どうしよう、私来週金曜日いなくなってたら。いや、それよりも俺全部の仕事なくなってたら。大丈夫、また千鳥と出ればいいから。それはそれであんまいじれないとこだからね。あんまいじっちゃいけないとこだよ。いっか。千鳥さん、乾杯。うん、というわけでございまして、結構飲みに行くんですか。大好きだね。分かりますね、うん、私飲み好きな体ですもんね、これがね、あのお互いに、うん、ほぼほぼアルコールと深夜の、うん、糖質でできた体でしょ。そうそうね、しょうがないよ、しょうがない。で、あの最初はね、はい、普通のチェーン店の居酒屋から入るんですよ、はい、飲み覚えようと思ったら、うん、ところが年々濃いとこ行きたくなんだよな、うん、ディープなところ。あれ、なんだろう、最初はさ、例えば、ホルモンの煙でもうもうとしてるホルモン屋に行きたくなって、うん、それ超えるとさ、そういろんな扉が開くんだよな。なんかね、チェーン店行かなくなっちゃう、個人店とか、決してチェーン店をないがしろにするわけではないです、ないがしろにするわけではないですが、画一的な味では飽きるんです。そう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 、うん、で今モニターがすごいことになってね。そうなんだね。いろいろなんだろう、不安になるようなことをしてるのかい。大丈夫大丈夫大丈夫なのかい。大丈夫大丈夫。ありがとうございます。ありがとうございます。冷てえなおい。え、そういうの出んの？はい、出ます。あ、出るんだ、はい、ちゃんと。あ、そうなんだ。すごいね。でね、私ね、うん、じゃ
どこで飲むことです？水戸？僕はね最近はね日立から新宿。広。うん、もうどこでも飲みます。私も新宿から新宿に。あ、でもこれだと郡山まで行った。郡山って？福島。うわお。あ、この間水軍船で郡山まで飲みに行った。の飲みだけに。飲むためだけに水軍船で3時間かけて行って着いたら土砂降りで。その後の電車から水軍船止まった。あら、もうじゃあ そこで飲んでっていう意味だ。そう、もう飲めっていうことで、もうあれですよ、道路冠水してて、そんなにもう土砂降り、百均で B さん買ってジーンズまくり上げて、俺ビシャビシャ行きながらホテル入って、あら、ホテルの前もあの冠水しててさ、すごひどかったよ。もうニュースになるぐらい。でも行ったキャバクラがね、すげえ綺麗な子多かった。郡山すごいぞ。いい、俺あざとってた。あの福島だっぱいって言われちゃうから、うん、いたね。よかった。あのね、ね、本当に楽しそうだったんだ。確かにね。今までないくらい近いもん。あの、うん、本当にあの久しぶりに、ああキャバクラでストライク見つけた。へえ、この子は渋谷ぐらいだったらいけるかなっていう。どんな子？ね、大人の映像作品出てるような感じの子。あ、うん、でちょっとお姉さん系、うん、ロリ系じゃない、お姉さん系、うん、OL のスーツとかが似合いそう。パンツスーツとかを着させたい。どんな格好してるの、その時は。その時はあのいわゆるキャバドレスだよね。だからそんなに、うんって感じ。この子にパンツスーツを着させたらすげえ楽しいだろうなっていう。もうさっきのタケちゃんじゃないけど、うん、それを着させて脱がすまでが楽しいわけでしょ。脱がしちゃダメ。脱がしちゃダメなの。脱がしちゃダメだよ。めつえ。めつえ。ボタンだけを外す。ボタンだけを外して、ね、その隙間から縫って。谷村新司3番に縫って。なんだろう。遠ざかるーっつって。そこで小指だけピンって引く。小指だけ開く。平平センサーを押すんですね。そうそうそう。で、小指だけ開くとこういう形になるわけ、ね。なんだか分かんない。なんだか分かんないでしょ。うん、これが分かっちゃうのは大人の。大人は分かっていいんだ。ね。なめんじゃないよ。黒くねってなんだよ。使い込めば黒くなる。でね、キャバクラの話で、キャバクラ楽しいよ、うん、そう、牛久にもキャバクラがござるんですよ。あるの、うん、教え。知ってれば俺ずっと一回で待ってなかったのに今日。これだけ飲んでね。これだけ飲むならキャバクラで飲んでたよ俺。やばい、本当に行きそう。じゃあ今度行きましょう。で、そこを紹介したいんです、うん、おと、牛久にある、うん、ドールズというお店です。ドールズ、はい、人形ポンと出るかな。ポン。大人の人形ってのはやばいよ。そう、ドールズですからね、うん、人形たち、ね、人形たち、人形たち、そう、人形ドンドールズさん。お、はい、あーどうしよう。こうなっちゃう。こうして、うん、文字も消してもらって、うん、え、女性用なの。これ違う、これビートさんですね。でもこれテロップあれだよね、これ。そう、ドールズ、うん、これもビートさんですね。ビートってのは何やなの。ビートはでバーです、うん、ダイニングバーです、ね、バーなんだ。はい、これドールさん。おお、いわゆるだね。そうそうそう、あの本当のボックスチェアってね。ボックスがあって、はい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 、で、うん、と右から2番目を押してもらっていいですかね。右から2番目。あ、違う。さあ、そうか、これ VIP ルームなんですよ。おお、いいじゃないこれ。そう。で、これで5人ぐらい入れるんですけど、うん、2つつながってて合わせると10人ぐらい入れるので、うん、そこは VIP ルームはカラオケもないので、うん、静かに。くどけちゃうわけだ。くどけちゃうわけ。あ、いいね。いいね。はい。でもう一つ。お高いんでしょ。どお高いんでしょ。どうなんでしょうね。ちょっと待ってね。もう、あ、これちょっと可愛いでしょ。明るいとこんな状態。すごく広いね、ここ。広い、めっちゃ広い。ダンスフロア。私もね、女の子興味ないけど、よく行くんですよ、遊びに。おう。で、お客さんが誰もいなかったら、このど真ん中ででんぐり返しして遊んでます。キャバクラででんぐり返しはなんだろう。なんだろうね。シークダンスを撮りたい。懐かしい。こうやってだんだんね、最初はね、ここ申し訳程度にね、この後背筋に手を回すんだよ。やらねえよ。こういうやつでしょ。じゃあこの辺にまず手を回すんだよ。この辺後背筋に気を使って、うん、だんだんこうウエストに落ちてって最後キュッてお、ヒップ
おヒップをね。でね、もう一人ね、可愛い女の子がいたんですよ。おお、紹介して写 写真出してもらいましょう。ほら、大泉ピン子ちゃん。大泉ピン子ちゃん、 5月1日だけ限定で入ってた子がいるんです。なるほど。そう、うん、え、何その興味なさげな、なんか反応が、うん、でもこの子ね、その日だけで紙面13件でした、うん、13件今時いないぜ、そんなに撮れる子。同伴もして13件紙面撮って、その後、うん、アフターもアフターも来なかった。ナンバーワンじゃないか。ナンバーワン、すごいね。そナンバーワンです。写真の撮り方うまいね。そう、私ね、これ、あ、私って言ってた。そう、そう。私だったんですけど。でもズラ、ズラがさ、これ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 。そう。これ、いかにもズラじゃん。かわいいでしょ、うん、これね、写真撮るときに、うん、カメラこっちね。はいはい。こんな状態にして、このグワーって。あ、この肉を全部引っ張ったわけだ。そう。へぇ、すごいわ。あ、今のも苦しい。だから、見てる皆さんね、言っとくよ。パネマジックがあるかね。そう。パネルマジックね。うん。パネマジは本気で怖いから。あの許容範囲だったら分かるよ、ね、あの顔バレしない程度の、うん、パネルの、ね、こうマジックは許せるけども、うん、お前誰だよって。これね、この子でしょ。そうそう、この子とか実際こういう女の子いるからね、うん、でもこれ本当は43歳のゲイのおっさんですからね。ゲイ、あのね、でもね、あのカズちゃんだから言うわけじゃないけど、うん、そういうゲイバーというか、うん、そういうお店も結構あるじゃない。そうそうそう、あれはあれで面白いよな。面白い面白い、うん、あのちょっと待って、ドルズさんのね情報があるんですよ、うん、ドンと出してもらいましょう。あんの、どれ、ドン、うん、どんな情報だ、せーの、はい、あ、これだ、あ、これか、さっきの、あ、後ろの絵が違う人になった、うん、これあれ別に、はい、俺見たことはないな。これ、はい、そう、女性オーナーさんなんです。女性オーナーって珍しくない、うん、珍しい珍しい、ね、だから、うん、やっぱお店の状態も、うん、女性らしさがなんていうか、きめ細やかかったり、可愛らしいのと、はい、その清潔感だね、うん、うん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 、で、牛久駅からすぐ近くなので。近いの？近いです。知らないよ。今度一緒、うんうんうん、行く。で、月曜日休みで8時から1時オープンでございます。はい、ぜひ。あ、でね、うん、その同事さんに許可を取って紹介していいですかって許可取ったら、いいですよというのと、うん、あと一つですね、うん、素敵な情報をいただきました。ちょっと待ってくださいね、うんうん、夕闇もんもんを見たと言って、うん、ドールズに行くと、うん、ちょっと待ってね、ちょっと待って、あれどうした？じゃあ みんなが見やすいようにしてんの。パブリックビューイング。パブリックビューイング。あ、そう、うん、番組を見たと言ったお店に行くと、うんうん、生ビールかもしくはカラオケチケットをサービスしてくださるそうです。指名料サービスがいいな。え、でも同じ金額だから。あ、ほらの、そうそうそう。え、場内指名料なしの？うん、除霊指名もあるけど、生と同じ金額なので。あ、そうなんだ。多分。え、ただ、ちょ聞いていいかい、うん、これ、今見てる人いるかい。え、コメントとか来てないのかな。来てよ、来ておるよ。来てるの？来てる、来てるよ。この時間に？でもなんかちょっとやっぱディープな関係者がやっぱりね、コメントしてる感じが見られる。いいよ、いいよ、読んじゃって。よい、うん、読めるの読んで。よい、あ、全然読めるのが多いよ、うん、はい。あのね、ゆうやみもんもん、もんもんをかずちゃんのね、こう企画だったと知らなかったというねコメントがあったりとか、あとはゆうやみももはカズちゃん担当だったのか、ジェームスさんがこの時間に出るのすごいことだよなとね、本当すごいことだよ。あと後ろベッドじゃんかよとか。嫉妬。そこはちゃんと声張りなさいよ。多分みんな嫉妬なんだよ。で、ホテルカリフォルニアから生中継ってかかってくるね。あーね、あ、じゃあそれそれあんかけ焼きそばさんホテルカリフォルニア関係者いっぱい連れてこない。なんでよ。最初は二人きりよね。なんでだよ、うん、あとは牛久にあるのとかね。あ、そうです。あ、キャバクラ、はい、ね、それ俺も初めて知った。う、先ほどのモデルの、はい、ここ駅階段降りてから東口、うん、1分半ぐらいです。マジで？あ、てかローテリーの中です。嘘だ。気がつかなかった俺。夕方食べてたハンバーガーさんすぐ近くです。ま、言え。いや、言ったら行くでしょうよ。行くよ、自分に決まってんだろうよ。めっちゃ早口。だってあの本当さ、うん、俺何時間待ったと思ってんだね。夕方来て、その間ずっとなんかメッセージやり取りしてて、やり取りしながらさ、返事遅いって思ったら番組出てるしさ。そうそうそう、君はいいでしょ、はい、続いて、はい、はい、ドールズ可愛い子多いし年齢層若いっすよって聞いたら、マジか、
らしい、らしいよ。そう、お、聞いたらそうなの。うん、らしいですね。詳しいな、うん、し。あと、オーナーママはお店開く前から知ってるけど、お店開いてさらにスレンダー美女になった絶世の美女っすよ、ね、とかって。え、オーナーも綺麗なの。綺麗、めっちゃ綺麗。よし、オーナーに会いに行く。うん、オーナーに会いたい。オーナーね、写真ね NG でした今回。そう、あ、そうなんだ。オーナーに会いに行こう。オーナーですね、あんまりお店には立たないので、うん、へー、だから拝み倒してね、拝み、そうか、お願いしましょう、お願いしますっつって。はい、あとちょっと煽りなコメントが18禁まだってきてますよ。え、18禁、うん、まだってきてる、ね、な、どんなのを欲してるの、ね、分からんけど、まあそんなところでコメント、はい、じゃ次ですね、うん、さっきあのすっぴんのママさんの写真が出てきたと思うんですけども、あ、すっぴんか、あれ、はい、あれすっぴんだって。うん、どんどん出してもらいましょう。はい、せーの、はい、どん。これね、知ってるでしょ。私たちさっきだけど打ち合わせするときに、うん、お店の名前言ったら、うん、そう、あ、知ってるってなってね。なったなったなった。これみゆきママです。はい、みゆきみゆきママのお店が水戸の、うん、あそこなんでしょうね、大工町、あれはね、南町、ね、南ね、南南町にあるアンドバーというとこです。はい、すごいのはね、はい、あれだよ、あの50号線沿いだからね。え、あれ50号線なの。そうだよ、すごい、そうだよ。アンドバーね、その、うん、たくさんのお酒と楽しいスタッフがお出迎えいたします。うん、お一人でも同窓会や各種パーティーなどでもご利用いただきます。木曜日休みなんですが、うん、ここアンドバーさんですね、うん、で、あのみゆきママは、うん、まあ女性なんですけども、はい、あといる男性スタッフ、うん、男性スタッフがですね、あの同じおげいさんなんです。そうだね、うんうん、楽しいの、めっちゃ楽しいよ。行ったことあります。僕だって仲良しだもん、みゆきママ。みゆきママね、みゆきママも仲良しだし、あのスタッフも何人か仲良し。うん、そう、ぜひぜひぜひ行ってみてください。はい、アンドバー、てか一緒に行きましょう今度。あ、いいよ、ね、逆に来た時に連絡くださいよ。あ、ですよね、うん、しますします。もうあのこれあの変な話ですけども、うん、そのいわゆるのんけの方でも全然、あ、全然大丈夫、楽しめる。そう、お店でございます。あの、まあゲイバーじゃなくミックスバーなので、そうそう、ゲイの方も、うん、ノンケ、まあ、ストレートの方も、うん、誰でもゲイでもレズビアンでも誰でも来てくださいいいですよという店です。そう、もう楽しみ、楽しい楽しい、うん、私もよく朝まで行ってみゆきママに怒られる、うんうん、数ね、そういうとこあるでしょっつって怒られる。さ、しょうがない、しょうがないじゃん、さっきのチャミオみたいにね。そうそうそういろいろ言われちゃう。私もベルベルに酔っ払ったらね、すぐ男性の大切なおティンスを触りたがるのね。あ、あ、ティン、そう、ティムを、そう、ティムボを、ティムボ、ティムボ、ティム君を、ティム君の頭を撫でてあげるのね。撫でて、そうそう、よしよししてあげたいの。わ、うん、あ、素晴らしいね。そうするとすぐ背が伸びるだろ。そうそうそう、伸びる伸びる。げ、すごい、すごい成長が早いんだ。そう、最後はね、涙流して喜ぶから。こういうの待ってたんか。やばい、もうちょっとちょうだい。おうおう、これ美味しいね、本当に、ね、これうまいんだよ、これうまいんだよ。でね、このアンドバーさんもですね、うん、みゆきママありがとうございます、番組見たらっていうのを、うん、なんかいいですかって言ったらね、うん、はい、お、クライナーハイグリングって知ってます？なんだい。なんかね、これくらい小さいパリピ酒なんですけど、うん、それをそのままって飲むお酒があるんです。ショットで飲む、ショットで、うんうん、それを1本サービスだそうです。お、素晴らしい。よし、俺も行くじゃん、ね、見たっつって出たでしょ。出ちゃった、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 出ちゃったからちょうだい。出ちゃったんですかね。え、それはダメかい。なんで、さっきのオティンスの話はいいのに出ちゃったらダメなの。ティム君の頭撫でるのはいいの。そう、あ、ダメなの。ダメなの。何言ってる、18禁求めてんだろ、みんな言っちゃうぞ、うん、はっきりと、うん、僕はティム君よりもおまんくんが好き。あ、グラ、あ、持っちゃった。そういう話をしてほしいんだろ。え、大丈夫かね、本当大丈夫かな。ちょっと待って、今気づいたんだけど、うん、いわゆる生物学上的な女子が誰もいなくなった、はい、なくなった。僕らの視界から消えたぞ。消えた。よし、お前ら騒ぎ放題だ。やった。何の話したい。え、ティム君の話とおまんさんの話どっちがいい。どっちがいい。ティム君の話がいい人、おまんさんの話がいい人。やべえね、人数と手の数が合わない。手の方が多い。すげえ。え、あ、いたいたいた。耳閉じてなさい。
耳閉じてるか耳ダンボですか、どっちか どっちかこうなってるんでしょ。そう、この間あのね、郡山のキャバクラ行った時に、うん、初めについた子がいきなりだぜ、私行ったことないんですっつんだよ。びっくりしちゃってさ、おじさんもどこにいて聞いたんだよ、どこにしたら今までの彼氏とってから、あ、それかっつって、うん、で、細かに聞いたわけさ、おじさんはね、ど今、普段はどんな風にしてんだと、うんうん、あ、それじゃい、それじゃね、出かけられないっつって、出かけられない、うん、おじさんがどんにかしてやろうか言ったんだけどね、うん、乗ってこなかった、うん、あの、ご指名ですって連れてかれちゃった。じゃあ話も乗らなかったし、売りも乗らなかったのね。そう、乗れなかったね、乗れなかった、あの、上と下どっちがいいんだろうね。え、行くときに、うん、カズちゃんの時はどっちが好きなの。私は下になってる方が好き。なんで無理だ。僕は上だね。上、うん、奇遇ちょうだい。この状態でことでしょ。やっぱね、あの、よくね、揉みほぐさなきゃいけないんだよね、うん、お互いにそうじゃないですか、うん、結構時間かかるけど、あなたの場合、特にそうだよね、太さにもよるからね。何をかけて、え、書いていいの、何を欲してるの、このイラストで、ティムボ、ティム君のことを欲してるのか、おまんさ、え、言えないことってないんでしょ、これ。言えないこと書いたら一緒じゃねえかよ。大丈夫、まあまあまあ、ちょっとそれで置いとこう。でもね、その行く行かないの話で、うん、私の友達で、うん、なんていう、好意の時は行けないけど一人の時は行けるっていう女の子がいるの。ああ、一人上手。そう、おお、なんかもうどうやって助けていいかも分かんないし、私女の子やったことないから分かんないし、いや多分ね、その子はね、カッコつけなんだよ。カッコつけなの。そう、ですね、相手がいることによって、うん、よく見せようとするじゃん。そうすると綺麗ぶるってこと。そう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 、なんかいい格好しようとするじゃん、男もさ、するするする、うん、でずっこけるやついるじゃん。そうそうそう、それと一緒だよ。でほら、自分一人の時はさ、うん、もう自分の好きなとこ行けるわけじゃん。そう、もういろんなところをいろんな、もうなんていうの、うん、ね、ひだというひだを全部もうどのようにしてもいいから。そう、今一生懸命言葉を送ってる。だから、あの、ね、そういう相手と巡り合えてないじゃない。自分をさらけ出す、うん、ね、ピスタチオにパカッと割るというね。、うん、そういうのに出会えてないの。ピスタチオなかった。あれ、ピスタチオね、あの、下でね、拉致られてる。だからね、いい格好しちゃい、あの、やっぱり、ね、この何、心を許した、うん、体を許すときは心が、ね、うん、そうね、そう、そうすることによってお互いがさらなる高みに行けるわけですよ。いいこと言ったね、今俺。深いね。でも私ね、うん、向こうが行けば自分が行かなくてもいい時がある。あ、それは分かる、うん、あのね、征服欲ですね、それは。どえ、こっちが征服欲なの。そう、要するに向こうを行かせたという。そうなんだ。あの、言い方悪いと献身的な気持ちでいたんだけど。違う、相手がいておるんで自分が満足できるでしょ。そう、これも自分のもんだった。自分が行かなくても大丈夫。違う、制服用です。顔にかけてほしいもん、最後。え、それはブー何年だ。あ、じゃあブーじゃなかったらドカーンになった。ドカーンになった。いや、でもね、あの、多分男性諸子は分かると思うけど、うん、あれだよね、あの、相手がさ、ちょっと気持ちよくなってくれるとざまみろと思ったりしない。思うでしょ。それはなんで首かしげんだよ。そうじゃない、おもてなし。あらか、この時間にいいこと言いやがって。この時間に誰もそんなことは思ってない、思ってない。もう多分見てる人も半分以上飲んでるだろうからね。そうそう、あ、ちなみにこれ、あの、ショットバーインクでも流れてますから。あ、ほんと。じゃあ多分ショットバーインクではみんなすげえうなずいてるよ。はい、乾杯。乾杯。はい、リンクの皆さん、ありがとうございます。はい、でさ、あ、じゃあ、うん、何、綺麗な、ね、インクで飲んでるという、まあ、インクとすごく仲良くしてくださってるお店もあるんです、牛久に。おドン、バー、ビートさんです。おや、いい風景が見えた。いい風景見えた、うん、はい、ドン、うん、素敵なお店でしょ。
そう、今年3月で7周年迎えたバーなんです。これじゃあほぼほぼチャンミオ TV と一緒だ。同じですね、うんうん、で、うん、あ、そう、あ、そう、そう、あのさっきの、ね、アンドバーさんクライナー飲めますからね、いただけますから、うんうんうん、ゆぐれもんも見たって言っ て, てくださいね、はい、俺も行くっつって、そう、私も行こう、うん、で、うん、バービートさんですね、はい、もう一つ写真あるかな、定休日ないんだ、定休日ないです、すごいね、そう、うん、7時オープンで3時頃、うん、まあまだ営業してるじゃん、まだ営業してますよ、もしかすると見てらっしゃるかもしれないですね、うん、でね、こちらのビートさん、私ね、うん、酒もまあもちろん美味しいんですけども、うん、ローストビーフがめちゃくちゃうまいの、食べたことある人、あ、ほう、ね、そう、めちゃくちゃ美味しいです、うん、で、このね、ビートさんもですね、うん、私よくいます、およくいるし、よく寝てるし、よく飲んでますし、うん、いつもご迷惑をおかけしてます、あのさ、さっき、はい、から言ってるけど、うん、この番組始まる前に、うん、場所まで教えておいてよ、そしたら絶対2時頃なのか、こんな状態で来るでしょ、ちょうどいい具合に行くじゃん、俺 お姉ちゃん連れてこられて、あ、いいかもしれないね現場でね、ね、だからお姉ちゃん連れてこれなかったから、うん、お兄ちゃん連れてきた、お兄ちゃん連れてきた、連れてきた、一社おいで、一社どこ、でも一社どこにだっけ、一社、あ、一社行ってる、一社、はい、おいでおいで、ねえ、よっ、よし君、はい、はい、はい、乾杯、はい、乾杯、はい、なんで一人だけさ、オシャンティーなの飲んでんの、そういう、いや、ほら、でもいるじゃんよ、いるいる、キャバクラでもスナックでもさ、そうそうそう、あのバーでもさ、ちょっと一人だけさ、ちょっとこじゃれたの飲む人、うん、気取っちゃってね自分で言うじゃないってでも一社と絡むの俺初めてだね、そうなんです、ね、ずっと絡みてみたら、もう憧れの人みたいな、あ、すげえ、嘘つきなんですよ、裏、後ろがさ、ベッドだから、うん、私は 3P じゃん、これ、ね、これ嫌な 3P だね、だってあの一社よく見たら結構ヒゲ生えてるよ、もうそうなんです、もう夜やばい夜やばいよね、ほっぺた薄いんだね、ほっぺた薄い、じゃあ俺てか脱毛諦めたんですよ、脱毛諦めた、脱毛諦めたヒゲ脱したくっておうおう、しばらくやってたんですけどここ強すぎてもう諦めた、脱毛が落ち着かない、脱毛してこの状態なの、だからこの辺はなくなったんですけど、あ、うん、いわゆるあの顎ひげの部分はなくなって、そうそうそう、ここは15回ぐらいやって、あ、で、今の状態だから、もう、だからもう無理だと思って、毛根強っ、すごいね、脱毛でなんか下って脱毛されてる人いるじゃないですか、うん、あ、ブラジリアン系ね、うん、整えてます、整えてます、おっさんは全然もう、え、林っぱ、もう見つめジャンゴジャンゴ自然を大事に、あ、で、うん、踏まえ相手は相手の女性が あすって言っていいのかな、あ、毛だろ、あの、そう、うん、え、でもしてあげたりしないですか、あ、でも私も私も元彼のは間引いてた、間引くんだ、間引いてた、へえ、僕は密林え、相手も密林が好き、もう、なんていうの、こう、やっぱりね、僕らはやっぱ川口博士探検隊を見てた世代ですから、やっぱりこうジャングルをかき分けてかき分けて行くとね、あの奥からね神秘の泉が見えるんですよ。神秘の泉のね一個スイッチを間違えるとですね、ものすごいこう水がダーッと溢れてくるんですよ。吹いちゃうのね。そう。そうですね、それがね。私見たことないからさ、どういう状態なのかわかんない。ちょっと。X ビデオ見ていい？じゃあ、あ、これじゃあこれあれだよ、みんなに見せないように書けばいい、うんうん、ね、そういうことでしょ？そう、さっきのねバービートさんはですね、夕暮れモーモー見たっつったら書けねえなこれ、500円引きだそうです、トータル金額から、皆さん500円ありがとうございます、まあ、こんな感じでございますな、でこうわーなってわーなってるわけですよ、ね、でこのスイッチをピンポンって押すとビュワーって、え、でもピンポンだけじゃダメじゃないですか、ピンポンじゃない、ちゃんとね、このね、この下側なの か、ね、だから上側なのか、ワンプッシュじゃないですよね、そう、ワンプッシュ P じゃないですよ、しかもワンプッシュして中からさらにスイッチが出てこないと、そうですね、そう、いけない、え、何そこに隠れてんの、隠れてるんですよ、いわゆるあの、おくりさんが少年男子、少年男子なわけですよ、少年男子、うん、ああ、はい、うん、あの、yes、 上のクリック、そう、あの一つ下の男子一つ下の男子なんです、それをこう一回ちょっとこうどうにか仕上げると一つ上の女子になるわけです、
で、あのすごいあのちゃんとスイートスポットに当たるとスイートスポットチンじゃ37になるわけ。そうすると水がブワーッあふれてくる。え、だから男子でいう勃起ってこと？あ、する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 よ、そうよ、リークはね、する。これって、うん、リークだって、リークしなかったらダメよ。ちょっと待ってね、うん、こういう状態なの？あ、そうそうそう。向こう向に向かってやったら、え、いや、これ出しちゃダメだから。そっか今映ってないんだよ。あ、そうそうそう、こういう状態ね。そういう状態、そういう状態。そう、あ、へぇー、リークが鬼没すると、あ、ちょっと、もしくはこうやってっていう。興奮しすぎ、めっちゃ汗かいてるすごい。もうだって、こういう話してんだろ。毛はどこに生えてんの？毛はここ周りに生えてる。人によってはこういうところもある。え、中も？もうあの、なんかラモス・ルイみたいになってるから。中はさすがに。中は粘膜系ですよ。中はほら、中はだってあなたも入ってないでしょ、中、内側には。だって人みたいなもん。そうそう、うん、いや入ってないでしょ、うん、だから水の穴に入ってないですよね、中に。あ、穴には入ってない、周り入ってるけど、うんうん、だからそう、ラモス・ルイみたいな人もいるわけだよ。チリチリ。でも男性の、うん、のって大体みんなチリチリなんですか？私ね、一人だけ超直毛見たことあるの。なんかね、これ消えねえな、おい。直毛の男性、ズボン脱がして、うんうん、パンツ脱がしたら、なんかワンレイみたいになってたの。ファサッファサッてファサッて、え、あ、間からこんにちはって。そう。あの、なんだろう、あの白 T どころの栄作さんみたいな感じ。そう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 。かき分けられたの。え、くすで溶かしたみたいになってんの。髪をかき分け、髪をかき、スイ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 しない、スイスイしない人は向こうからこんにちはってしてきたけどね。もうひょっこりひょたじまが、ひょっこりひょたじまがもう向こうから。そうそうそう。すごい、直毛すごいですね。直毛、でも一人だけ本当。え、いた？今までの相手で。え、直毛の人ですか？うん。俺いないな。ないですね。うん、でも自分のと比べるとチリチリ感は薄くないですか？女性の。なんか自分ののチリチリすごくないですか？ただね、あの床に落ちてるチリチリすげえなみたいな。あ、あのジョンジョロゲ、床に落ちてるジョンジョロゲの方々ね。そうそうそう。ジョンジョロ系は部屋中にいっぱいいるよね。そうそうそう。なんかさ、なんでパンツ履いてんのにさ、なんでお前ここにいんのって。そう、机の上の本の間にいたりして。そう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 。私から財布から出てきたもん。でもほら、カズの場合誰のか分かんないから。ああ、そうね。いや、でも大丈夫。ジンジョロ系はね、すごい自由に動くから。あの本当に足履いて履いて、あの孫悟空の分身かっていうぐらいもうプワッ。もっと怖いよね。ね、うん、痛いところに出没する。でも結構あの相方のファサーが結構太い子いない？一本一本すっごいしっかりしてる。ちょっとね、手強いんですよね。え、それかき分けるの？そう、だってあのあそこのジャングルって男性ホルモンで入る毛ですからね。あ、男性ホルモンなんだ。そうそうそう。あ、へえ。あ、そう。だからなんかヘアヌードとか見て興奮してても、おめえ男性ホルモン見て興奮してんだからねと思うけどね。あ、それ言われた瞬間もうみんな今ね、テレビの画面の向こうもね、しょぼーん。あ、もう宮沢で閉じた。もう閉じた。古いな、例えが。なんでニューボトルが来てるの。あ、すいません、すいません、どうも。すごいね。ありがとうございます。え、こういう話でいいの？おお、マジワインだ。お、私ね、聞きたいことがあったわけよ。何？女性を知らないから。おうおう。優しいお風呂屋さんがあるじゃないですか。あの、はいはいはい、高級スパね。そう、高級スパ。おうおう。あの単独で行けるやつ。はいはいはい。そうそう。に行ってみようかと思う時が時々あるの。おうおう、いいね、いいよ。そう。ある？え、行ったことですか？うん、あ、ります、あります。大好き大好き大好き。ね、あれはなんかお風呂に入るんでしょ？そうです、お風呂入りますよ。で、何、一緒にお風呂入るの？
一応ネーミングしては、個室特殊浴場ですから、はい、サウナがサウナ過去にはついてたんですよ。へえ、個室サウナが一人で、へえ、あ、首から下入るやつだ。そうそうそう。であのマッサージとかね、船体っていう体洗ってもらったりするわけでございますわな、はい、ああ、うん、そっから先打ち上げれよ。洗ってくれる女性は海外しか洗ってくれるよ。海外あのなあの格好はえポンポン壺洗いとかしてくれんだよ。え、壺洗いっていう技があるんだよ。壺洗い、そうこれは本当にあの熟練を要するわけ。え、ちょっと今やってもらう。そうそうそう、いや僕にはできないでしょ。あ、そうですね、うん、やってもらう側です。そうそうそう、つぼ洗い、つぼ洗いとかね、あのね、え、つぼくない、またくぐりとかあるわけですよまたくぐり、うん、そう、素晴らしい椅子が今あのね、あネットでね、黄金チェア、あの、ね、黄金チェアの後にこうまた違うのができてるんですよ。ちょっと分かりづらいんだけど、こうなってて、ここにこう、こうなるわけですね。かけてんだもん、これ。でかけないぐらいがちょうどいいですよ多分、うん、ここの空間に女体が入ってきて、この下をね舐めて通ってくれえ、それ数もできる、あ、こういう椅子になってて、そうそう、下の空間が椅子のね下の空間が空いてるわけですよ、でこそこにいるん、そこでツルンってツルンって上向きで滑ってくる、仰向けでラララルって男の人はそこに座ってるわけだよ。おっしゃ、ブルブル、何億かしてくる、おー、もう何億個ね、それやりたい、やってくれるわけ、やりたい、ブルブルブルってしたい、ブル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 、したい方、したい方、下に行きたい方で、あの体を洗ってくれるときに体を洗ってくるわけですよ。でも体洗うからね、でも濡れるから女性もね、裸体になるわけです。で、あの全体を体を使って洗ってくれるわけです。はい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 、ね。え、ね、こういうやつ何？ん？あ、たわしね。そう、あのだから密林が大事なんだよ。だからジャングルになるんだ。そうよ、そこで泡立てて。私泡立たないもん。あ、ね、整地されてんの？うん、私あの9ミリのバリカンでブワーってやるから。坊主頭。ジョリッとしてるってこと？ジョリもしない。9ミリはね、ジョリしない。あ、そうなんだ。そう、あ、じゃあもうあのパイだ、パイだ、パイパン、ほぼ、あ、ほぼじゃ、ほぼほぼなのは知ってるそれは知ってる。そう、だから泡立てて、うん、だ、変な、まあ、ちょっとごめんね、こう腕こうでしょ、うん、でこうなるわけだよ、ここで泡立ってるわけだよ、うん、こうやって洗ってくれるわけだよ、たわしになるわけだよ。でも大丈夫でしょ。何、こういうことってことでしょ。あ、そう、そういうこと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 、で、その後になんかあったかいんだけどで、風ごめんな、その後にこう指をね、こうやってもらうわけ、うん、で、一本ずつこう立てんのでここに壺がくってはまってくんだよ、タコ壺が。で、洗ったら次の指、ズボ、これがツボ洗いって。え、何のツボなの。だから男性にはないツボがあるだろマン、そうだよ、ピーだよすごい。え、オマンテスで洗うの。そうだよ。え、泡入れんの。いや入れないで、まあ、そう、いわゆるぬめり的なものでこうやって、うん、まあ、こういう状態です。あれね、実際に洗うんじゃないんだ、その、まあ、そういう行為ってことね。手、ミャンってやつや。手ミャン、手ミャン、手ミャン、すごい。どうしよう、行ってみようかな。いや、だ、本当なの。え、インタビューしたい。いや、でも、あの船体技術とか、あとマッサージもうまいんですよ、確かに。実際、あのマッサージだけして帰るっていうお客さんもいるの。本当に普通にあの入浴料を支払って、締め料を支払って、まあ、お風呂は浸かるけど、うん、その後マッサージだけしてもらって帰るってお客さんもいたりするわけです。でもだってそれ相応の金額になるわけですよ。まあ、あの今で言う諭吉さんが何枚か出かけるわけだよ、ね、何枚か、うん、
わお。お店によって。そこそ吉原なんて言ったらあなた。ねえ、もうすごいよ。結局いいっていう話だね。え、ねえねえねえ、うん、いくらとか聞いちゃダメなのかな。いや、それはピンキリピンキリ。え、じゃあ時間とか場所とか。そう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 。え、上行っちゃえばいくらぐらい。いや、二桁万円は普通に行くところもありますよ。わお、二桁万円、うん、それはさすがに僕もそれはないけどね、うん、あ、でも私壺洗いできたわ。あ、しようと思えばそうそうそう。ウンティスがつきそうですね。ねえ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 、はい、はい、はい、それそれそれね、うんうん、つかない。あ、だそう、あの逆に俺知りたいんだけど、うん、シャワー感すんの。シャワー感。シャワーでいい、なんか、まあ、シャワーごめんね。シャワーのノズルが、その後これ飲めねえよお前。待って待って、ね、シャワーのノズルを外すの、うんうん、すると水がもやって出るんでしょ。まあ、あのホースのホースだよね。それを、うん、あの、つぼ洗いするの。ねえ、ねえ、ちょっと溜めて、うん、顔はぁってなったら、うん、トイレに行くの。あの、カズちゃんのカメハメハが、そうそうそう、ドーンってなるわけだ。うん、4回ぐらいです。4回すると、じゃあお水は、うん、出るお水はもう透明、クリーン、もうクリーンだ、もうろ過されてるわけだ、うん。でもね、うん、もっとね、すごい技をね、身につけたの。ウォシュレットをゴクゴクする。はえ、だってあれを飲んじゃいけないよ。違う、こっちから飲むの。え、入るの。飲めるもんなの。ね、こういうこれぐらいの体勢になって、うんうん、ふーんってすると開くってこと。そう、ウォシュレットが入ってきてくれる、うんうん、おで、で、ある程度になったらこう座って顔カメハメ出るってなったら、うん、ジャーってするとこのシャワーのヘッドを外さなくていい。ウォシュレットで完結。そう、でも、ウォシュ缶。ウォシュ缶。待って、シャワー缶はゲイでは言うけど、ウォシュ缶は分かんないよ。自宅でその何する館長をする、要するに腸内洗浄するグッズが売ってるんですよね。あ、あれあれ、イチジクとか。そう、あ、イチジクじゃなくて本当にあの まさにそう、ウォシュレットみたいな。そうそうそう。だからそれを自宅で普通にやってると。そうそうそう、器具がいらない、器具いらない、器具いらない。ガチな方のやつ、緊張しなきゃいけない。そうそうそう、あるんで、それをやっちゃってるってこと。そうそう、器具いらず。だから その場合って、あのね、相方のティムボーの先っちょに、はい、あの、じゃ乗っかんないわけだ。あ、ならない。カズストライクはならない、ならない。カズミサイルは怒ってこないんだ。怒ってこない。はぁ、怒ってこないし、終わった後もお掃除できる。お掃除。ああ、なるほどね。そう、お掃除してあげられる。え、自分のそのウンティスが、うん、もしかしたらちょっとついてるかもしれないけれども、お掃除は、ね、それはでして手手あれして、あれして、フェラーリね。そう、フェラーリ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 がすごく速いのか、そう、フェラーリを洗車するのか、しないかっていう話でしょ。お掃除フェラーリは、うん、フェラーリ、うん。え、ね、プロデューサー怒ってるこれ。そう、お掃除フェラーリ。だってさっきもいなかったから聞いてみよう。お掃除フェラーリ、お掃除フェラーリ、お掃除フェラーリもそうだしね、もう本当に。でもなんかね、思うよ。何？自分のフェラーリしてもらった後にチューするのはちょっとなんか、あーと思うよ。あ、それはね、俺ね、平気かな。むしろ好きなぐらい。そうなの、うん、だから僕もだから相手のね、密林かき分けて、うん、ピンポンした後にチューはしたくなるもん、うん、え、じゃあ向こう神秘の泉から湧き出た水を飲んだ後に、うん、キスをするわけだよ、女神に。女神に、女神に。僕逆好きですよ。なんか自分のうってなったしたのまんま、うん、っていうところで時間切れって、なんていうエンディングだこれ。やばい。あ、でも私それされたことある。自分の そう出した後に、あの、お掃除フェラーリをしてもらって。